説明する。謝罪はしなさい。はよう。はようせい。ちょっと広く謝罪配信。いいね。謝罪配信。はい。はい。謝罪してください。はい、ピクミンです。はい、何をしたんですか、あなたは。はい、はい、皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。違います。あ、ヘラヘラしてんじゃねえよ。はい、はい、すみません。はい、はい、そうだよ。うん、はい、いよいよ。真面目にね。うん、はい、そうだよ。これ本当にね。第一。はい、真面目に。はい、真面目顔をしなさい。はい。パンケーキありがとうございます。することができず本当に申し訳ございませんでした。なんでですかそれは。それはなんでですか。それはなんで参加できなかったんですか。はい、私佐藤は新澤さん新澤葵さんの次にお出迎えをする予定だったのですが、時間を私は勘違いしておりまして、新澤さんがなんと10分の予定だったんですけれども、私の分の10分プラスで20分やってくださいまして、あっ、謝りなさい。本当に申し訳ございませんでした。今後どうしていくんですか。今後どうしていくつもりなんですか。はい、今回私の考えたことはですね、お出迎えの時間をまず間違っていたということで、アラームをかけていたんですけど、その時間自体違ったということで、はい、新澤さんがなんと20分やってくださって、でもこの笑顔、笑顔がいい、優しいね、優しい、そうじゃん。はい、はい、改めて、はい、佐藤ひろかの弁護士の奥村。さっきまで記者だったのに、記者だったのに弁護士になってる。はい、でも佐藤ひろかはこのように本当に反省しておりまして、うんうんうん、でも本当にアラームをかけるぐらい真面目な子ですので、皆さん決して佐藤ひろかのことを叩かないようにしてください。うんうんうん、本当にこの子は真面目なので、うんうんうん、頭下げなさい。体調不良じゃないよ。そう、喉がずっと乾くということは、はい、はい、朝配信の時から言ってはいたんですけれども、はい、でもその決してね、喉がね、痛いとかじゃなくて、はい、乾く、はい、痛いの弁護士が来ました。はい、弁護士の増永紗穂さんも私の弁護士なんです。ああ、すごい。そういうことなんです、はい、はい、そういうことなので、はい、そうなんですよ、ね。あおちゃんには何をプレゼントしますかと。あ、そうですね。いや、いいよ、いいよ。いや、優しい。そういう謙虚な気持ちを捨てなさい。ダメだよ、謙虚な気持ち捨てちゃダメ。ダメでしょ、もう。そうだね。そうだね。なんだろうね。何がいいかな。でも、私、あおちゃんの弁護士もしてるんですけど、あおちゃんは本当にすごく、うん、グミが大好き。あムーブル切った。確かに。ムーブル切った。今日ちょっと巻きすぎて。巻きすぎて。かわいい。はい、ですね、まあ、真面目に言うとすると、お出迎えはすごく大切な、うん。いや、本当にそうですよ。本当にそうだと思います。あれ、弁護士じゃなかったっけ。はい、あと私は本当に考えているので、今回改めて申し訳ございませんでした。ありがとうございます。いやー、ほんま、はい、今度ないようにね。はい、今後ないように気ぃつけて。はい、次の前座はいつですか。次の前座は、あ、これ本当に普通に取り
堂々と通りなさい。自衛隊になってきた。いい訓練をね。マイスターよ。いい訓練をしてくださったよ。あおちゃん、さっき私の隣にいましたよね。なんでそっちへ行ったんですか。あゆが好きだから。説明をお願いします。あゆが好きだから呼ばれたので。そっか。まあでもね、はい、反省してるんで、はい、今後気をつけていきたいと思います、はい、うん、ね、迷惑かけずに頑張ったよ。そして葵ちゃんへのその青赤ちゃん感謝の気持ちをね、感謝の気持ちをね、あの、うん、どうにか何をすればいいのか、ね、やっぱグミグミグミ、何グミが好きなんですか。一番好きなグミは特にない。私最近ね、あのみんなが誰だよ。ブドウ味。ブドウ味。なるほどね。すっごく美味しくてね、うん、おすすめです。おすすめです。ピュアルグミが一番美味しい。いやー、わかります。はい、アサリの味噌汁。アサリのグミじゃない。グミやばい。アサリの味噌汁がいい。アサリの味噌汁がね、いいんだね。美味しいですもんね。美味しいよね。さっきめっちゃ飲んでましたからね。うん、美味しそうに。卵スープ飲んでたもんね。かわいい。じゃあスープ5個持ち。5個持ち。なんか1個スープって言っていいのか分かんないのあるけど、ね。2個じゃない。もし。え、あ、そうだよ。どうしましたか。何の話してましたか。スープとおっしゃってるものの中に、はい、パスタとか。あ。ちょっと待ってくださいね。おもちゃ。すっごい真剣な声、真剣な眼差し。今調べたらスープとパスタは別ですね。でもスープパスタなんですよ。ちょっと待ってください、ね。スープパスタ。対象がね、まず普通の議論になってしまいましたが、スープパスタもあのパスタと違います。違います。え、パスタと違うってことはスープってことですよね。何ですか。はい、松坂さん、カップラーメンのことを彼女はスープと彼女はスープだとダメです。これは原恵美さん結構ね、いけないことをしています。いけない。まあ、仕方ないよ。そうだよね、成長期ですもん、うん、そうや。原恵美さんは悪くない。悪くない。お味噌汁と、うん、なめこのお味噌汁と、うん、健康的だ、吐き玉スープと、うん、ユッケジャンスープと、うん、あのカルボスープパスタ。ダメです、それが。それがダメだ。美味しそうだった。最後の方に一番重いやつが出てきた。いや、カルボまだあります。何ですか。あと1個チリトマトラーメン。終わりです。おじさん、まだでも大終わりです。そう、私まだ食べてないね。ラーメン明日の分だよね、うん、そう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 、そうだよね。いやこれはいけません。いけませんね、うん、これはいけません。これは佐藤ひろかさんぐらいいけません。やばい、戻った。おめでとうございます。ありがとうございます。これ何分まで。今何時だろう。22分。うん、何分までにしようか。ねえ、15分テロップって出た。まだまだだね。出てからくらい。え、ありがとう、風船たくさん。ありがとうね。今10分経ったとこ。10分。じゃあ、あと5分。あと5分しよう。え、あと5分しかできないわけ。やだやだ。そんなのやだ。30分までできるよ。やだ、ありえないから。30分までできるよ。30分までやりますか。じゃあ、うん、結婚してやりますかね。来世でね。来世でね。今結婚してやれや。法律的に。あ、18歳か私。あ、結婚できますよ。さて、変わるんじゃないですか、もしかしたら。しません。ああ、したかった。したかった。
たかった。投げたかった。したかった。結婚してありがとうしようね。結婚してライスね。ライスは何だろうか私。私ね、多分ゾウリムシとか。なんでだ。そういう系だと思うね。私は。ライスも人間がいいよね。え、わかる。本気でやってんの。私次男の子がいいかな。え、絶対猫がいいんだけど。猫。うん。あの、お金持ちのお家の。あ、いやでもわかんないよ。猫に生まれたとしてもお金持ちになるかわかんないです。いやだからその、お金持ちの家の猫になりたい。でもやっぱあの動物ってやっぱ結構その SNS とかでバズるじゃないですか。面白かったら。だから私面白い動物になりたい。バズってる。もうバズってる動物。ダチョウとかじゃない。ダチョウ。ダチョウ。やだ。多分フリー素材として結構使う。やだ。え、ダチョウってあれでしょ？なんかすぐあ忘れるんやろ？あの脳みそね、目玉よりちっちゃい。青すぎてなんかほんまにゴミまで忘れる。なんか群れでこうやってバーって走っとってもう、なんで走ってる？なんで走ってんだろう？あ、まだ走ってない。崖から落ちて死んじゃうらしい。私とちょっと似てんだよね。かわいい。ちょっとかわいいね。そうね、ニワトリは散歩を歩くと忘れるんでしょ。あ、ニワトリ？え、そうなの？ニワトリそんなバカなの？え、わかんない。なんかさ、散歩、ニワトリと一緒だねってよく言われる。散歩を歩くと忘れるって。え、ニワトリ認定されてるってこと？ダチョウとニワトリが普通にいるってこと？はい。います。そうです。Yes。います。でも、私はまあ、ライス猫で。猫。申請を。申請が猫。いやいや、ライス何だと思う？むず。ライス。人魚とかじゃない？人魚とか。いいの見つけたかもな、今の大喜利じゃん。人魚とか。人魚だったか。Oh my god! 誰だ？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 お姉ちゃん。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 でも今日ナギがいないからね。昨日やってたよね、ナギチ。ナギチ昨日やってたよ。やってたの？やってた。私がいないところで。うん、やってた。誰と？え、一人。一人で。一人で。一人でやってんなよ。ふざけんなよ。そうだっけ？一人でやってんの？誰やったな。人気やな。でも、ももちゃんの名前出たから。なんで？そのお姉ちゃま。そう、誰がお姉ちゃま。よしよし。あ、お姉ちゃまが。そう。だから、ももちゃんが一番似合うよねって言ってた。よしよしが、よしよし、よしよし、いい子ね。いや違う、ちょっと苦しそうに。
いましたよ。どこへ行ってしまったのか、果たしてどこへ行ってしまったのか。てか、どこに行ったのかじゃん。どこに行ったのか、どこに行ったのか、どこに行ったのか、誰の農家だから、果たしてどこに行ったのか。どこに行ったのか、どこに行ったのか。おならで。せーの、さようなら。